皆様、本日は大変ご苦労様でございます。これ入ってますかね。はい、ちょっと大きくして、はい。ただいまご紹介いただきました神奈川県知事の松沢茂文でございます。今日は朝9時頃からですか、もう丸半日以上でありますけれども、皆さんにご協力いただいて、日本で初めてとなりますこのデリバラティブフォーリングですね、討議型意識調査の実践にお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。皆さんには無作為抽出で選ばせていただいた、そういう意味では、神奈川県の県民というか日本の市民のある意味で代表の皆さんであります。そういう皆さんに、一つのテーマで、議論をしていただいて、それも少し段階をつけましてですね、もう皆さん今日やっていただきましたけれども、最初にアンケートをやっていただいて、まだそのテーマに対する情報をね、専門家の皆さんからいただいてない状況の中で、アンケートをやり、また少し議論をしていく。それから、今日は同州制でありましたけれども、この同州制になったらどんなふうに日本が変わっていくのか、専門の研究者、学者の皆さんにも議論をしていただいて、それを皆さんが聞いていただいて、また質問もしていただいたんじゃないでしょうか。そういう同州制のメリット、デメリット、将来どうなるのか、いろんな専門知識を、習得していただいた後に、もう一度アンケートをやって、その意識の変化というのをしっかりと把握してみようというのが、このデリバラティブポーリングの目標でございます。これはアメリカ、ヨーロッパではかなり民主政治の一つの研究あるいは新しい姿として行われていたそうですが、日本では初めてということで、そういう意味ではこのデリバラティブポーリングの今後発展があるとすれば、今日この神奈川の地から日本ではスタートしたということになるわけでございます。まずこのデリバラティブポーリングのプロジェクトにですね、ご指導いただきました東京工業大学大学院の坂野達郎先生、そして慶応大学の総合政策学部教授の曽根康則先生、お二人の先生に心から感謝を申し上げたいと思いますし、また、アメリカでですね、この問い合った意識調査を発案された、今日お見えなんですかね。そうですか、どうも。テキサス大学のロバート・ラスキン教授、お二人の教授のご指導に神奈川県を代表して心から感謝申し上げたいと思います。どうも本当にありがとうございました。この多選禁止条例をやるときも、あるいは児童規制防止条例をやるときも大変な議論でした。もう議会の主級派はみんな反対ですから、もう銀行業界から金利もらってたんじゅうかというかもしれませんよね。命をかけて反対するんですね。ただ世論調査やると8割は賛成なんです。難しいのは県議会の中はですね、業界団体の利益を引っ張ってる人が多いんで、世論では7、8割賛成なんです。世論調査やるとでも県議会の中は7、8割が反対になっちゃうね。でこれじゃあね、県民の意思が県政に反映されないんです。でもしこういうデリバラティブポーリングみたいなね、仕組みが日本で開発されて、本当に民意はどこにあるのか、そして十分な情報が与えられていない時の民意と、専門家の意見も聞いて、十分な民意を、ね、習得した上での民意ですね、情報を習得している、この変化もですね、しっかりと把握することができれば、私ども政治に関わっているものはね、じゃあこれはまだまだ県民の皆さんの理解というか情報がいってないので、少し 1,2 年徹底して議論してみようとかね、こういう政治の手法が取れるわけですよ。でそういう意味でもやはり民主政治を発展させるためには、このデリバラティブポーリングという新しいプロセスですね、
ぜひとも神奈川県から研究して日本にも広めていきたいというふうに思っております。大変長くなりましたけれども、その記念すべき神奈川の先進性を生かしたこの新しい民主主義のですね、あり方、そのイベントにですね、今日は皆さん大変お忙しい中、また土曜日一日潰していただいてご参加をいただきました。本当にありがとうございました。心から御礼を申し上げます。神奈川県は日本一先進的な地域として、日本一また協働力のある地域としてですね、私は神奈川力ということですが、神奈川には神奈川独自の潜在力、特色、魅力があるんだと、まあ、他の県ではそういうものがまたあっていいと思いますよ。千葉には千葉力が、埼玉には埼玉力、神奈川の神奈川力というのはですね、私は先進力プラス協働力、他の地域がやらないこと、尻込みすることでも先進的な神奈川は何でも挑戦して突破口を開いて日本を変えていくという先進力、先ほど申し上げたように歴史がそれを証明してますよね。神奈川県民にはそういう先進性があるんです。それから一度方向を決めたらみんなで協力する、官も民も、あるいは企業も大学も NPO も県民もみんなで協力して一つの大きな改革を進めていける協働力、これが私は神奈川力だというふうに思っております。このデリバラティブポーリングも神奈川の先進性と協働力を生かして、ぜひとも日本でもしっかりと根付くようにですね、これから、先生方のご指導をいただきながら進めていきたいと考えておりますので、どうか今後も、皆さんに温かく見守っていただいて、またご指導をいただいて、しっかりと進めていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。本当に今日はもう外大雨ですよね。ね、お帰りも大変だと思います。寒い雨が、冷たい雨が降ってますけれども、どうかお気をつけて、お帰りいただきたいと思います。今回の皆様の温かいご協力に対して神奈川県を代表して心から感謝と御礼を申し上げまして、一言挨拶とさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。